はい、ということで買ってきました。金沢フルーツ大福リンリン、リンリン堂さんですね。ぜひ他にもいっぱいあるのかな、支店が。でも北関東初上陸みたいなこと書いてある。あ、そうだね。いいじゃないですか、宇都宮を選んでくれたのは。ということでね、一応今日ある10種類全部買ってきました、はい、本来だと12種類でゴールデンキウイと、なんだっけあともう一個なんかなかったんですけど、それ以外は買ってきました。オレンジじゃない、オレンジ、オレンジ、オレンジ。こんな感じですか。紐で切るらしいんですよ。何から食いますか。キウイでかいぞ。キウイ、俺バナナっすね。あ、でも開けてからの方がいいのかな。半分にしていかず、下に糸を通します。はい。で糸を中心で交差させます。はい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 。でもブジュっていく、ブジュっていくんだ。それだけ。ここに引っ張り糸を下ろしていきます、ね。あ、押しつぶすといきますよ。はい。おーおーおーおお、簡単に切れる。おーおーおー、全然。おお、いけた。すげえ。切れた？多分。おおおおおお、白あんって言ってたよね。綺麗に切れんじゃん。すげえ。あんほぼないんじゃない。下に通します。クロスさせます。いきます。おお、うわうわ、おめっちゃみかん汁が。おお、いいね。これ全部、全部切っちゃわない。切っちゃう、全部切る。これほぼ手元油分だね。うん。むずリンゴむずいっすね。シャリシャリしてました。硬いね、やっぱちょっと。ちょっと硬かった。じゃあリンゴだけ食わん。食っちゃう。まあ、いびつだしね。ないだ、ほぼ果物だ。果物食ってる感じだね。やばいな、雑になってきた。ちゃんとしてくれ。これは何でしょう。パインです。あ、パイ。めっちゃ綺麗。あ、うまそう。メロンか。ん、メロンじゃない。メロンです。めっちゃこれ切れ。雑じゃない。雑だ。大型出てるよ。もう出てるよね。腹に入ればみんな同じって言うじゃないですか。いきまーす。はっ、やばい、むずい。下手くそ。いや、これむずい、マジでむずい。下手くそ。やばい、やばい、やばい。下手くそ、下手くそ。ほら、うまい。牡蠣うまそう。牡蠣、じゃあ友達来たからあげる。川島ハール。そう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 。知ってんだ。ケンタかかってる。硬い、硬い、硬いんだ。種。うわい。種じゃん。おー、わ、綺麗じゃん。めっちゃ歪んだっちゃったけど。ということで。一応、ブドウはちょっと小さいんでいいですか。そうですね。これで5200円です。いやー。お買い得です。金持ちのやつ。これがもらわなくて。はい、いただきます。バナナ。うまい、うまい。白あんがうまい。白あんうまいね。ジューシー、ジューシー。なんか今旬の果物何。牡蠣か、うん、牡蠣とか梨とかじゃない、うん、梨も、はい、リンゴは。リンゴなんかね、甘酸っぱかった。バナナはまあ安定のバナナって感じです。でもバナナが一番合いそうじゃね。うん、白あんとね、うん、白あんが甘くて果物はこう控えめだよね、甘くね。だからちょうどいいっすよ。で、やっぱ果物重視だから白あんとこの、なんていうの、生地薄めだよね。
大人な思ったより腹たまんね、なんかそうですね重くね結構俺牡蠣いきます。何がいい？バナナ。バナナ。じゃあ俺メロンいっていいですか？いいっすよ。いただきます。メロン。そう、びっくりした。え、すごい、トンボが止まってきた。メスだ、メス。新しい指輪じゃん。こんなことあるね。あ、知ってんじゃない。バナナうまい。うまい。カキ食ってんね。カキ、カキ苦手なんだよ。中毒カキだ。なんでみんなカキ苦手なんだ。メロンどう？メロンうまい。メロン食いて。メロン一番高いんじゃない。高い、680円。うわ、ございます。じゃあ俺お姉さん推しのパインいいっすか。うん。あ、メロンうめ、うまいね、柔らかい。キュウリ食べる。ちょっとあげるよ。これ高いんじゃないの。いや、安いですね。種入ってる。わかんない。いや、俺今んとこさメロンなの。メロンが一番うまい。パイン、パインなんかね、食感がミスマッチな気がする。あ、うん、なんかパインに生地が負けてる。でも、あ、でも嫌いじゃないよ。高いっけ。バナナ結構無難にうまいかも。硬っ。硬いんだよ。渋が来て。うまみ座出ますか。今日のうまみ座は、はい、いや、メロンじゃん。今日のうまみ座はメロンです。今日の柿が一番まずくね。味なくね。今日の草薙まずしはじゃあ柿。食感大事よ。柿やばくね。柿やばいね。これはちょっとあ、これ P だけど。シャイマス梨いただきます。美味しいって言うね。今のところ全部買ってる。いや、美味しい。いやいや、これは正直に伝える方が正解じゃない、はい、シャイマスはみずみずしい、ね、でもやっぱ大福と合わせるって難しいなと思う。やっぱり梨食ってみ、なんか違うもん に感じる。なんか梨なんだけど、なんかこういう味のなんかない。わからん。バナナの方が好きかな俺、うん、これもう優勝決まっちゃうぞ。じゃあ俺キュウリ。うん、キュウリできる。いや、そうじゃん。あ、そうなの。じゃあ俺ブドウもらいます。あ、1000円あるから1000円。ブドウ。あ、俺みかんありかもしれない。マジか、うん、ごめん、俺ブドウありかもしれない。ぶどう美味しいね。意外とある。あ、これ合う合う。キュウリ意外と合う。うん、シャイマスラスト完食。みずみずしい。うん、まあでもうまいんじゃん。キュウリうまい。うまい、うん。シャイマスだったらうまくね。うまい、うまい。ぶどううまかったよ。じゃあせーの、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした。正直に言います。はい、美味しくはないです。おい。ちょっと辛口意見で言うと、この最近のさ、見た目から入るやつあるじゃないですか、うん、もう最近そうじゃん、大体で、まあ綺麗だしあれだけど、ちょっと味がね、確かに合うかって言われたら合わないのもありました。果物と大福が。じゃあ今週のうまみ座は発表します。なんだそれ。美味しいやつ、この中で美味しかった。めっちゃ迷う。せーの、せーの、
メロン。メロンの方が。メロン合ってたよ。メロンまあ食感も、うん、まあやっぱちょっとリンゴと牡蠣とかは硬かったよね。梨もちょっと違う、うん、でパインもなんか違う。食感って大事だなって思ったね。なんか混ざり合ってない。うん。別々になってる。大福食った後に果物入ってきたみたいな感じなんですね。じゃあまあ関東初上陸でしたっけ。はい。ぽいですね。まあインスタ載せる人とかはいいんじゃないでしょうか。綺麗にこう楽しかったね。写真撮り忘れたわまた。あ、そうだよ。綺麗に切って断面図をこう載せればいいんじゃないですかね、インスタに。で、こう思うとさ、はい、フルーツサンドめっちゃうまくなかった。確かに、あれうまかった。めっちゃうまかったよ。フルーツサンドうまいよ。クリームあるの？フルーツサンドの派生っていうのは、なんか俺調べたら出てきたんですよ、大福。まだ、ま、勝ってないよ。全然勝ってない、うん、フルーツサンド勝ってるわ。頑張ってほしいね。白あんじゃなくて、違うのでもいいかもね。そしたら合うかもしれないじゃん。純粋にクリームでよかったんじゃないかな。あ、俺はいちごにチョコクリーム大福でやってみたい。カスタードとかでもいいですか。あ、そうだね。そんな感じでね、じゃあ今後に期待ということで、伸びしろ、成長性 A なんで、はい、あとできればもうちょっと値段を下げた方がいいと思います